デューサー、どうして分かったんですか？応接室に忍び込んで、私のウサちゃんに指一本でも触ったらただじゃおかないんだから。かわいい？うん、まあ私のかわいいウサちゃんを思わず手に取ってみたくなっちゃう気持ちはわからないでもないけど、してちょうだい。けどまあ時々だったらウサちゃんのお耳をふかふかすることを許してあげてもいいわ。その時は必ずイオリちゃんの許可を得るのよ。わかったわね。頑張りましょう。お留守番も頑張りますね。外は気をつけて歩きましょう。撮影の際、花火を打ち上げるというのはいかがでしょう。かなり華やかになるかと。なるほど、華やかな写真というのは奥深いものなのですね。わかりました。皆で十分に検討して最高の一枚を撮っていただきましょう。
どうかしたのですか？もしやクセモノ。プロデューサー。別にどうもしないわ。あんたこそ何してるのよ。夜の公園をうろつくなんて完全に不審者よ。言っただけよ。どうしてわかんないのよ。ハント鈍いんだから。ふぅ、すっかり気分が転換したわ。それじゃあもう帰ろうかしら。じゃあね。お待たせ。もういいわ。出してちょうだい。そんな大げさなことではありません。私は月に誘われるまま一人でここに来ただけなのです。はい、いつの間にか共に月を見上げてくれていました。少しだけ離れたところで静かに一人佇む私を見かけて身を案じてくれたのか、そうでないのかは存じませんが。プロデューサー、私は友に恵まれているのですね。まあ、それでは私もご期待に添えるよう一層励まなくてはいけませんね。君、実はね、新しい手品を考えたんだよ。ちょっと見てくれないか？あ、すいません、今ちょっと忙しくて。そうか、ものすごいネタなんだがね。あの、これが済んだら拝見しますから。楽しみだな。さあ、少し伺いたいことがあるんですけれど。あまり関係が深くない相手に突然贈り物をするのは失礼に当たるでしょうか？そうですか、安心しました。ではこれ受け取ってもらえますか？特に大はないんです。ただ普段のお気遣いに対する感謝を形にしたくて。無駄にならずに良かったです。それではプロデューサー、私はこれで。